参議院議員の朝日健太郎です。東村山といえばこの駅周辺の再開発、連続立体交差化、この西武線もぜひとも前に進めていきたいというふうに思います。そして市民の皆さんの安心安全な暮らしを確実に作っていく、そんな仕事をしたいというふうに思います。